ンポン。じゃあ今からヤンデレに愛されるアンパンマンと各種パンという設定でいきますよ。用意スタート。待て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 、どういうことだよ。だからこの設定でいきますって意味不明。あかりちゃんアンパンマンね。なんでだよ。はい、レディー。ゴー。いやゴー言われても。なあ葵ちゃん。あ、お兄ちゃんお帰り。ノリノリかよ。そしてアンパンマンはお兄ちゃんなんだ。お仕事お疲れ様。今日もバイキンマンボコボコにできた。うんまあな。よかった、葵の作った顔ちゃんと使ってくれたんだね。顔うん、これなんかもうやられた後みたいな顔になってるんやな。ごめんね葵、あんまり器用じゃなくて。これは器用で器用以前の問題なやつ。体育さん、何度も黙れ。クバを決め。あれねえお兄ちゃん。はい。ごめんね、見間違いかもしれないんだけど、服にこんなのがついてて。なーにこれ。なーにこれ、これバイキンマンの角だよね。これバイキンマンの角かよ。なんでお兄ちゃんの服にこれがついてるの。ほんとだよ、怖えよ。まさかお兄ちゃんバイキンマンと。うんうん違うよね。うん、きっと違う。あ、ふへほ。あ、バイキンマン。あら、いらっしゃい。怖い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 。あ、ここに角あった。何やっとんねんこいつ。ほんま、すまんな、アンパンマンと激しくやり合ったせいでビンビンの角が飛び立ってしまってな。言い方って違う違う、激しく戦ったら角が折れたってことや。まあそうかも言わね。そう確か言わねえだろ。もう分からねえな。帰れ。かく、お兄ちゃんまさか浮気。いやいや、バイキンマンと何かあるわけないやろ。じゃあお兄ちゃんが葵が作ったお兄ちゃんの顔食べたら許してあげる。許され方がすごいや。へへへへ、あかり先輩もうアンパンマンじゃなくなっとる。はい、くさ、てめえらしばくぞ。ピンポン。こんちは。なんや、ボイスロイドクリーチャーにご注意。なんやこれ。なになに。最近ここは近辺でボイロクリーチャーが目撃されています。それは紫色のアホ毛が生えてる被り物みたいな生物であり、感情を吸い取るためとても危険です。見かけたら生徒会までご連絡ください。なんやそれ怖って。かそもそも紫色のアホ毛が生えてる被り物みたいな生物ってなんやねん。こんなん見たことない。ういっす。あれじゃね、ゆかり先生。それはん、あ、これ違うよ。わかってますよ。まったく、あかりちゃんもボケか通じないんですから。では早速本題に。本題は違うっぽい。いやほら、その頭の、ああこれね、気づいちゃいました。さすがあかりちゃんですね。そうなんですよ、実は髪型変えました。そこじゃねえよ。さすがあかりちゃんですね。私が持ち歩いているバッタの色が違うことにまで気づいたんですか。ちげえよ、お前がバッタを持ち歩いていることすら今知ったわ。ボケ。そうじゃなくて頭が悪いのはあかね。なんやとほらって、ゆかりお前を突っ込んでくれ。あかねちゃんもみあげすげえ伸びとるやん。突っ込むところはそこじゃねえ。まあもみあげ毎日揉んでるんで当然一緒。なんでこいつ毎日もみあげ揉んでんだよ。バカじゃねえの。じゃなくて頭の上。ゆかり先生の変な生物いるやろ。え、頭の上。うわやっと気づいたか。もみあげ重そう。どこに驚いてんだよ。まあ、いつか。僕ね、その生物、感情を吸い取るらしいで、気をつけな。よだな。そんな生物いるわけじゃないですか。受けるアス。地球が滅んでも私はここで生きたいよ。多分感情吸い取られてるっぽい。クソ。なんでここは変なのがこんなにたくさん集まるんや。え、なにそれ変態怖い。おめえらのことだよ。ここも物騒になりましたね。それな、物騒なのはおめえらだよ。なあなあ。あ、ん？アス、地球滅亡するの？あかん、めまいしてきた。ピンポン。ボイロ戦隊ゆかレンジャー。何お前。いや実は最近戦隊ものにハマってまして。え、いやほんと面白いですよね。ウルトラマン戦隊ものを見ろ。高速的を奪ったバッタと巻き倒す姿は圧巻です。お前は一体何を見たんだい。はい、この中から各々の役を決めます。よっしゃ、ならば戦隊もののセンターである。レッドはうちがやってやってもええで。ピンポン。厳しい感じです。てめえら、ブルーは私です。クールに行きますね。釘バット持つブルーすげえや。ピンクで可愛いから OK。 じゃあ明かりは。うちは何色かな。言ってみ。似合うのはこの大人が。ぽっちゃりカレー好き。イエローとか赤。ぽっちゃりカレー好きは誰しかいないって。言ってみ。ジョークふむ、恐ろしく早い頭突き。俺じゃなくちゃ見逃しちゃうね。誰だよ。ふ、この手を見ればわかるだろう。私はあの超有名な怪獣に憧れし者。その名もバルサン星人。すげえ害虫駆除しそうな名前。貴様らが噂のボイロ戦隊か。なかなか見できる奴らのようだな。特にイエロー。なんでだよ。昔やった一つを思い出す鋭い頭突き。見事だ。貴様も食らうか。本気で行かせてもらうぞ。さあ集まれショッカーたち。いやなんかいっぱい来た。やっちまえ。お前そっちなわ。みんな、なんかアホがいっぱい来るで。反撃せな。食らえ必殺ー体当たり。ミヤのレッド。あん。ピカー。雑魚かな。血が足りねえぜー。おいブルー、クールになれよブルー。数が多すぎる。このままじゃバイロ戦隊なんて叩き潰してゲス。こいつ。みなさん、この声はついなちゃん。助っ人連れてきました。ガチの助っ人来た。なんか降りてきてらっしゃる。行っちゃえバーサーカー。うわー、そ、こうなったら巨大化が頭ら全員踏み潰してくれる。行くぜ。うわ、なんやこの煙。うわははは、この巨大化した体ならば頭ら謎イチコロだ。覚悟しろ。誰のどこがでかくなってんだよ。なにこれ。おめえも予想外なのかよ。ですか。とりあえずゆかり後でしばく。ピンポン。
うん、どうしたんや。いや、ちょっと過去の動画の数値とか見てて気になることがあって。わあ、ありがとう、ついなちゃん。よしよし。おう、なんか賢そうなことしとるやん。なんか、やたらこういった動画が人気あるんですよね。え、そうなんや。なんでだろう。え、いや、これは葵ちゃんの。わかった、私の笑顔だ。違うよ、このエッセンスを抽出したサムネを量産することで、再生回数爆伸びも夢じゃないですね。やめろやめろ、アゲカを量産すんな。ちょくちょく真顔が入ってんのは何。いや、普通に葵ちゃんのおかげやろ。君はほんまアホやな。葵ちゃんおいで。はーい。葵ちゃん。あ、すみません。さっきそこでフュージョンして。なんでや。成功しました。成功の結果かよ。いや、初成功やな、葵。これ別個に意識ある感じなの？おう、もちろん別個に喋れるで。なあ、葵。もちろんです。僕も喋れる。おい、今3人目の声したぞ、おい。おかしいな。モーション中に入っちゃったかな。そんな髪の毛入ってたわみたいなノリなの？え、何の話や？いや、葵ちゃんのヤンデレが人気ですごいなって。じゃあ今からやりましょうか。ごめん、30分後にお願い。今回のテーマはヤンデレフレイザードット。おい、何準備万端みたいな顔してんだボケ。じゃあ行きますよ。へへ、そこの兄ちゃんよ。まずや、どうしました？こっち側がすごい気になる。ちょっとし、めっちゃないな。では行きます。お兄ちゃん、好き。僕も。このまま一生一緒にいる。僕も。3人でうるせー。オッケーオッケー。今回の収録オッケー。あとはサムネの撮影ですけど。そうだ、あげかをできます。そのリクエストやめろ。できます。答えんな。ちなみに、うちのこのサムネのやつも人気やったで。ほんまみんなうちのこと好きなんやな。しゃあないな。うるせーバーカ。やめろよ。うっさいわお前ら。